歌田光歌田光の作品近い、近い、近いは、歌田光の7枚目のアルバム、初恋に収録された楽曲。英語詞バージョンは、Don't Sink Twice で、近いと共ににセカンドシングル、Face My Fears に収録された。楽曲は、ゲームソフト、キングダムハーツ3のテーマソングに起用されている。2018年2月10日午後6時、多田光が、ゲームソフト、 キングダムハーツシリーズの正当続編、キングダムハーツ3のテーマソング、誓いを書き下ろしたことが発表された。これは、東京ディズニーリゾートにて、ディズニーファン向けに開催されているイベント、D23 エキスポジャパン2018会場にて、ゲームの最新トレーラーと共に発表されたもの。また、本楽曲が、歌田の2018年のセブンスアルバムに収録される。 ことも明かされた。歌田にテーマソングのオファーが入ったのは、シックススアルバム、ファントームの発売から間もない頃だった。ファントーム完成直後は本人曰く、抜け殻状態だったが、いざ、誓いを作り始めると、すぐに、意欲的なモードに入ることができたという。歌田と親交のあるスクリレックスによると、2016年に一度、歌田から、誓いのリミックスを頼まれていたという。 しかし彼は、ジャジーなメロディが、ダンスリミックスには向いていないと判断し、新たな曲を一緒に作ることを歌田に提案。それが、フェイス・マイ・フィアーズの制作につながったと、インタビューで語った。クリス・デーブ、近いは、歌田が、2018年のセブンスアルバム、初恋で屋台骨を担うことになるドラマークリス・デーブと、関わるきっかけとなった楽曲である。は完成した、デモテープを、 ミュージシャン仲間に聞かせた時に、ドラムの遅れ気味の乗り方に合うというクリスを勧められ、アメリカにいる彼に実際にオファーすることになった。セッションでは、歌田によると、クリスはデモのパターンを覚えるまで何度も聴いて再現し、とか3番のサビから印象的なコーラスがだんだんと増えており、歌田はこの点をデモテープの段階から重要な点としていたという。 本楽曲のボーカルレコーディングでエンジニアを務めた小森正人は楽曲に関してそこまで熱心な音楽ファンではない方が聞いた時にいいなと思えるキャッチーさがありつつマニアックな音楽リスナーやミュージシャンなど同業者が聞いてもこれはすごいと思える深みがある非常に独創的な楽曲と語っている歌田本人は楽曲について次のように語った キングダムハーツ3で曲の一部が公開されたんですけど、その際、リズム感がよくわからない、どう表紙を取ればよいか、難しいって声や反応が多くて、私自身、単純明快な6、8拍子のつもりで制作していた、ん、とても驚きましたね。それで、改めて自分のアレンジ、プログラミングの仕方がかなり独特で、それらが複雑化させていることに気づいて、 これらは誰もがそう感じられるものではなかったんだなって思いましたね。今回のアルバムは大半のドラムをクリスに委ねてるんですが、これが彼でなければ、おそらくこの曲はちゃんと成り立たなかったかもしれないですね。歌田光初恋インタビュー、近いは2018年6月27日に発売された歌田光のセブンスアルバム、初恋に収録された。その後、 2019年1月に発売された、歌田ヒカルの CD シングル、Face My Fears にも、英語詞バージョン、Don't Think Twice と共に収録された。2018年の9月に出演した、ミュージックステーションウルトラフェス2018では、司会者タモリとの対談の収録前に、誓いを歌唱した。誓いは、シングルとしてリリースされていないにもかかわらず、 初動5日間で 7964DL を稼ぎ7月9日付のオリコン週間デジタルシングルランキングで8位をマークした。またビルボードジャパンホット100では初登場51位にランクイン。ベイビルボードではワールドデジタルソングセールスにて最高位3位を獲得した。2016年9月28日リリース事前収録。この時歌田は 最初の歌唱で歌詞が飛んでしまい、演出の紙吹雪を拾っているスタッフに、申し訳なかったとタモリとの対談で語った。ABC、リズムから考える J-POP 詞、第9回、歌田光、初恋に見る j e 後の、ポップ。リアルサウンド、2020年10月17日閲覧。ABCDEF、歌田光リアルサウンド、初恋、インタビュー、歌田光が語る。 二度目の初恋、すべての物事は、始まりでもあり終わりでもある。二千二十年五月十四日閲覧。ABC、ホット百。ビルボードジャパン。二千十八年七月四日閲覧。AB、ダウンロードソングズ。ビルボードジャパン。二千十八年七月四日閲覧。ABC、ワールド、デジタルソングセールズ。ビルボード、二千二十年二月三日閲覧。 歌田ヒカル、新曲、誓いが、ゲーム、キングダムハーツ3、テーマ曲にトレーラー公開。バークス、2020年10月17日閲覧。スクリレックスが語る、歌田ヒカルとの出会い、&、キングダムハーツへの思い、公開された時は、夢が叶った感じだった。ビルボードジャパン、2020年10月17日閲覧。フェイスマイフィアーズ EP、アップルミュージック、 2021年1月11日、閲覧。歌田ヒカル楽曲の変遷3つの音楽的ポイントから探る後期現在、ファントーム、初恋。リアルサウンド、2021年1月11日、閲覧。AB、歌田ヒカルのニューアルバム、初恋を手掛けた、グラミー受賞エンジニア、スティーブ・フィッツ・モーリスが語る、初恋の音作り。モーラドット JP。 2021年1月11日へ閲覧。宇多田光、カル、タモリと共に、エムステとの20年を振り返る。バークス、2020年10月12日へ閲覧。AB、週刊デジタルシングルランキング。オーコーン、2018年7月4日閲覧。ありがとうございます。